皆さんこんにちは。この動画では初等教育学科で行っているピアノ実技指導についてご紹介します。保育職、教職に就くための採用試験にピアノの実技試験があります。初等教育学科では採用試験に向けて個別指導を受けることができます。まずその様子をご覧ください。わかる？だけどパクパクと、ここになんか支えがあると外れんくなるから、ほんとに。このように指使いやテンポ感など一人一人の課題に合わせた指導を受けています。試験が近づくと何人かで集まって模擬の実技試験を行います。次はその様子をご覧ください。あれ？松虫が鳴いてるよ。あれ？スズムシも鳴き出した。じゃあ今からいろんな虫が出てくる歌をみんなで歌おうか。でしたか？ここからはピアノ実技指導を受けた4年生にインタビューをした様子をご覧ください、はい、私が実際に指導を受けて良かったと思ったところは自分のいいところと改善点などを具体的に教えていただいたところです。私は良かったところは顔の表情やピアノのテンポ感などがいいと褒められました。逆に改善してほしい点としては歌うときに強弱をつけたり抑揚をもっとつけたりすると良いと言われました。実際に指導を受けたときに全部で2回受けさせていただいたんですけれども2回目までに自分で繰り返し練習して自然と体に身につくまで練習したことが実際の本番で生きたと思います。後輩へのアドバイスとしては個人で練習するときも本番通りに入退場や質問されたことなどに対して対応できるように自分で思い描きながら練習することがとてもおすすめです。ピアノについてはもちろん私はピアノを弾く前に15秒のアピールタイムがあったので先生と相談し先生のアイデアを参考にさせていただきながら何回も練習したことで本番でも自信を持って演奏しアピールできました。先生から2回の個別指導を受けるだけではなく6人で模擬の実技試験を受けたことが本番にも生かされたと思います。その時はとても緊張しましたが本番ではその成果を発揮できたと思います。久しぶりにピアノを触ると焦ってしまうと思うので普段から少しでもピアノに触りピアノの曲のレパートリーを増やすことをお勧めします。